前回のカズマリ、なんと今日は釣り大会。いやこれ久々だね。なんか最初の頃はあったよな。まあ釣ることでジャスティンさんからいろんな景品がもらえるんだ。釣って釣って釣りまくってお魚でがっぽり儲けさせていただきました。さて魚ストックもなくなったし、ちょっと海出かけます。はい、というわけでどうもカズモリでございます。今んとこ湧きつぶしがね、しっかり目に動いてるみたいでね、あの横の方に変な繁殖ございません。ほら綺麗でしょ、綺麗でしょ、これね、六アンパンマン。でもこれさ、うまいこと使うことでね、この道に敷けば道のデザインを一気に変えれるってことだよね。マイデザインいいわこれ、最高。まあみんなももしよかったらですね、これをね、でもこれアンパンマンだから配布するの問題だな。もう配布はダメ、配布しないわ。で今日はね、やっぱいろいろ魚が好きだということで、やっぱね島に行かないといけないんじゃないのかと、なんかレアな島があるんじゃないのかと。はい、というわけで最近あんまりねちょこっと貯めたんで、マイル交換で、はい、いただきますよこれ、マイル旅行券。はい、何枚ぐらい、 2,3 枚も持っといた方がいいよな。いやマジレア島行きたいな。サメ島とかの噂ではあるらしいよ、行きてな。でもね夜だとサソリ島とかさ、なんかそういったもんもあるんでしょ。 日中ないでしょそれ。うん、だから夜どうせ使うのは夜使った方がいいかもしれんけど、夜だとほんと島暗いからね。だからこっちの方がいいと思う。日中、日中サメ島探したりとかさ、金の島とかもあるんじゃね、金鉱石が出る島っていうのも。うん、絶対そっちの方がいいと思うから、もうこれで行こうと思う。はい、交換すると。いやでも前回もうね、もう濃すぎたからね、前回の配信、違う前々回の配信か。いやもう貝を手に入れちゃったからね、めちゃめちゃ動きの速い貝。いや大変だった、ほんと大変だったあれ。でもあれ追っかけたらわかるわな、あんな速い生き物ない。まあ、というわけで早速行きましょう。あ、待って。湧き潰ししたくなることないか、大丈夫かな、ちょ、大丈夫かな、もしね、雨とか降ってたらさ、なんか、やりたくなるとか、そんなことないかな。ちょ、待って。一応、斧持っていこう。しかも、金の斧持っていこうか、俺。これこれこれ。使わないと意味ないか。コレクションしてるだけじゃダメだからね。やっぱ使ってなんぼよ、金の斧は。なんか、前のシーズンで金のね、斧とか手に入れたことなかったんだけど、前のシーズンとかだと壊れなかったりとかってなんか聞いたんだけど、コメントで。マジなのこれ。金の斧壊れなかったの今まで。でも、今回壊れるらしいけど、相当壊れづらいんじゃないのかなと、自分思ってます。はい。はい。というわけで、お出かけです。はい。はい。ちょっとこれでね、いろいろ在庫なくなってきたんで、虫とか、魚とかの。行ってきますわ。はい。ああ、普通に戻されたわ。いかつい。そっか、下これ、これだったんだね、加工は。おかみさんになってたわ。はい。たんたんたーんと。エース、もう滝見えてる。結構立派な滝。めっちゃ移動しづらい。虫捕まえるには不向きなんだけど、一旦周り、お、待って待って。でかくね？今、二つともでかい金がするんだけど、これ。どうかな？そういう、でかいの島かな？来たんじゃないこれ。あー、バスね。はいはい。大型魚しかいない島じゃない？まさか、俺。ちっちゃい魚が今んとこ見えてないから、もうあるよ。可能性あるよ、これ。あるよ。あるよ、あるよ、あるよ、これ。フィッシュ！うわ！いや、海魚やん、お前。ドラドさんよ。待て待て、これちょっと、期待が持てていけ、期待が。どうなのよ。小さい魚いない島？いる。グリグリにいましたこれ。全然いる。ラッキーなだけで、今ドラド手に入れたの、ラッキーなだけだったわ。まあ、ちょっとここの、採掘、お、金出た金出た。いいじゃんいいじゃん。これめんどくさくてね、あの穴掘らなくなるあるある。本来9つねマックスで出るらしいんだけどさ、めんどくさくなるとやらなくなるよね。もうね8つでいいやみたいな。カブトムシぐらい捕まえとこうか。ルル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 ル、あ、よこいしょ。はい、この時間はね、蝶々とかも出ちゃうしね、雨だったらまだマシなんだけど、諦めた今回は。虫の日じゃない。まあ、とりあえずここだったら多分9ついけると思うんだこれ。連打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 、たまに出せないんだけどね。おお、出た出た、9つ。あ、9つけ、123。じゃあね、8つだね、8つ。もうないかなあ。横方向の滝もあるんだこれ。なるほど。ちょっと待って、インスパイア受けて今度ちょっと横方向の滝も作ってみようかな。悪くないね、横方向の滝。あ、なるほどな。はい、やったチャレンジ。ダメだったな。サメ島でもないよな。サメも、サメ感全然ない。サメ感ちょっと違うとこ行こう。解体室、
さあ、二つ目の島、どこに行くのでしょう。いや、これ離島ドキドキするのはいいんだけどさ、なんだろう、妥協するときって、もうこの島でもういいかなみたいな。うん。それすげえ難しいよね。この島かー、ここで妥協するべきかなーみたいな。あるあるだよね、これ。とりあえず、あ、段差もある。あ、これ池島じゃない？池島だ。この池の魚がね、もう超絶釣りやすいっていう。久々だな、ここ来たの。二回目じゃないかな。でも、あれ、でっかいよね。ばあー、ばっか。池の巨大魚狙いたいなー。ルルル。これ池で釣ってないやつで、待って、池の魚って結構多いぞ、多分。全然池で釣ってないもん。ここでいいな、今回多分。池魚狙おう、今日は。フィッシュ、ナマズです。多分釣ってないのあるんだって、これ。お、びっくりした。新種かと思った、これ。今、いい感じに繋がってて。待って、これ、木とか邪魔だから、やっちゃおう、これ木。ほら、出番だぞ、金の斧。おい、一発で切れるとかそんなんではないんだね。おい、えいやー。あ、やばい、まずまずまず、あ、まずいです、お母さん。これまずいですよ。いくよ。はい、はい、あー、やっちまったな。でも、これ、ゴーグル、シュノーケルしてるからバレにくい。いや、バレ、わかるか。もう、二つ目で引き当てちゃったっていうね、この、運の悪さ。はい、綺麗にしとくよ、この辺、なんとなく。今回、釣り基地になるんだから、釣り基地。あ、ほんで、意外と、この木材がね、意外と少ない。だから持っとこう。特にこの木材だね、茶色いやつ。茶色いやつ中心にちょっと今。これもついでに買っとこうかな。うん。いやー、こうだ。これめちゃめちゃいいんじゃない？金だと金が出やすい説はない、ない。いやー、こーら、さっと。この茶色いのやつ、茶色いやつだけを拾うあるある。あー、しゃしゃしゃ、綺麗になった、綺麗になった。で、ここら辺走り回るんで、あっ、こいしょ。一応抜いておく。よいしょ。これでだいぶ池魚が釣りやすくなったんじゃない？なんかね、いる、と思うんだ、これ。多分。まだ釣ってないやつがいるような気がするんだけど、どうなのかなぁ。もうやってみるしかないよな。はい、行こう。あ、ガーとか。ガーとかじゃない？ちょっと見ていい？あ、海の幸の情報も見れるようになった。うわ。あ、やっぱ、月によって違うんだ、これ。あ、なるほど。まだまだいるわ、これ。まだまだ、なんか。池魚。カミツキガメも欲しい。あ、時間外なんだね。こんな、結構夜中じゃん、カミツキガメ。こんな無理だよ。ガーとか。あー、ガーとかいるね。うん。これ池だよね、池。オッケー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 。ガーも釣れるんだったら結構美味しいじゃん。池魚釣り釣りタイム行きましょう。これ池魚難しいんだよね、この。川の流れがないから。フィッシュが難しい。フィッシュ！お？ニシキゴイいんの？ニシキゴイ？マジ？いや、めっちゃ久々に釣ったよ、ニシキゴイ。なるほど。これ、ええやん、ニシキゴイ。最後、行こう行こう。フィッシュ。めっちゃ湧く。秒で湧く。フィッシュ。フィッシュ。圧倒的空き管率。汚いな、ちょっとこの池。送水栓だからな。ほらほら、湧けばいいぞ。これ、海にもいい感じに湧いたり。うわうわうわ、サメ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 。めっちゃ最高じゃん、ここの島。おい、下手か。はい、ビンビク、ビンビク来てるよ。ビクビク。ジンベエザメです。あー、海遊館行きたくなってきた。ジンベエザメいると海遊館行きたくなるよね。あー、もしくはチュラウミか。最高だよね。いや、行きたいわ。まあ、それはともかく池魚、池魚。いや、結構ね、我が島でも池って一箇所しかなくて、まあ、ある意味面積少ないから湧きづらいんだよね。はいはい、これごっそり釣ろう。ここでフィッシュ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 。あー、サメまた。はい、あんまりレアなの釣れてないんでお願いします。あ、来ちゃった。小判ザメ来ちゃった。うん。まあ、あと1本しかねえぞ。あと3匹しか釣れんわ。あと3チャレンジか。いや、コク行きたいな、コク。ガーを狙うか、サメを狙うか。いや、でも、どうせなら池魚狙いたいけどね。ちょ、大型魚っぽいのちょっと、ね、出てきたらそれ気にしよう。おれー、おっ、おららら、おららら。でも、マジ釣りやすいと思う、これ。意外と蹴散らせるね、こうやって。おらららららら、もうちょっと大きいのがいいだ。もしかサメ。おらららら、なんかちっちゃいのばっかり。ちっちゃいのでもなんかいるかもしれんけどな。やるだけやるか。行くで。ん？言って中型よ、これ。はい。大型か。一応大型だけど、特大ではないと。フィッシュ。おお、やった。ニシキゴイ、やった。あのサイズニシキゴイなんだ。フィッシュ。うわ、めっちゃちっちゃいできた。これ1年ぐらい置いとくとカエルになるんかな、これ。いや、1年を置きすぎんか。しばらく置いとくとカエルになるんからね、オタマジャクシは。いや、謎だね。ラス1どうしよう、ラス1。大きいのがいいな。あ、待って、これニシキゴイの大きさだ、さっき言うて言う。ニシキゴイにしよう。あ、違う、間違えた、間違えた。わかってますから、あなた、ニシキゴイでしょ。はい、来るよ、来るよ、ニシキゴイ。
きたー、長靴。お後がよろしいようで、はい、というわけで本日はこんなところで終わりますかね。うわ、なんかいっぱい湧き始めたわ。ちょっと一旦ね、一旦様子見ちょっとね、もう完全に錦鯉なんだって。めっちゃバカやん。間違えた間違えた。いくよ、アフィッシュということで、ほらね、うん、あ、一個壊したからこれでぴったりだった。あー、よかった。というわけで本日はこんなところでね、終わりたいなと思います。ここはね、池魚がいっぱい取れる、島ということで、まあ時期とか時間によっては最高の島だと思うんだけどね。私の時はね、まあぼちぼちでございました。はい。まあでも魚、錦鯉2匹もね捕まえたんで、まあまあうまかったんじゃないでしょうか。はい。まあ、ただこれドラド狙った方がいいかもしれないけどね、やっぱり。はい、というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイッチャ。